単管とワイヤーによる吊り橋と縦札田代元湯は、八甲田山中の駒込川沿いの青森県青森市、駒込にかつてあった温泉。温泉の誘出は続いているが、宿泊施設は廃業している。かつて存在した宿泊施設は廃業し廃墟となっている。獣道道前である山道の通行及び、温泉への入浴は全て自己責任となる。 現在は木製の露天風呂と岩風呂の二つの湯船と、かろうじて倒壊を免れたものの屋根の一部が、損壊した木造の建物が一つを残すのみの廃墟である。しかしながら、現在でも湯量は豊富であり、地元の有志により清掃が行われているが不定期で、あるため常に入浴可能な状態ではない。木製の湯船は、清掃が容易であるが、岩風呂は、 メンテナンス性が悪く排水も完全にできないため、ヘドロともが完全に排出できず、少なくとも3から4人で取り掛からなければ困難である。また、奥深い自然の中であるため、月のワグマ、ニホンカモシカ、マムシ、ヤマカガシなどの警戒及び、オオスズメバチ、キイロスズメバチ、ブユ、アブ、カ、ダニなどの防護も必要である。有化水素防硝線アルカリ性。 厳選温度摂氏48度。褐色の豆腐のような沈殿物と濃い緑色の藻類が繁殖している。1週間から10日ほどで入浴に適さないほど汚れ、硫化水素のせいで、ドブのような匂いになる。また、落ち葉などの堆積物と温泉成分の沈殿で、いわけ成菌やバクテリアの繁殖により、衛生状態は悪い。リウマチ、神経痛、胃腸病。 婦人病、糖尿病など、この場所にはかつて、山田館という宿泊施設があった。電気も電話もない県宿で、当時の交通手段は、県道40号線に車を止めて、徒歩で30分以上かかる場所にあり、食料品などは山道を人力で運んでいた。そのため周囲の温泉宿よりも1000円ほど宿泊料が高かったとされる。 営業期間は5月から10月末までであった。上述の通り1995年に廃業。その後施設は特に撤去もされないまま放置されていたが、2003年から2004年に主な建物及び内湯が倒壊し、残っていたおも屋の一部も2005年から2007年の大雪で全壊した。さらに2011年から2012年の豪雪で、 残っていた2階建ての木造建屋及び奥の湯船の柱部分が半壊。そこへ到達するための単管パイプの橋が雪の重みでは一曲して、とか危険な状態になったほか、最後の単管ワイヤーの吊り橋も素人では回復不可能な状態にまで破損して、とか不可能となった。AB、人をの旅85ページ AB、青森県高専市28ページ。 塚流行編28ページ。ところさんの学校では教えてくれないそこんところ。地図に載っていない温泉。ところさんの学校では教えてくれないそこんところ。公式サイト。 http://www.tv-tokyo.co.jp:/sokontokoro/backnumber/150925bhtml2015 <misery> <adv ke>、ok、年9月25日、閲覧人の旅85ページには、山田旅館、露天風呂91ページには、山田総とある。ありがとうございます。